ちです。今日は5月30日の木曜日の、現在10時12分ということで、いつも撮ってるライフスキルの授業っていう動画が思いのほか早く終わったんで、ちょっとペチャクチャお話ししたいなと思ってカメラをオンしました。本日お話しするのは、脳みその話です。脳みその話です。はい。ちょっとね、もう一発撮りでいきたいんで、前後したりすると思うんですけど、いわゆる脳みその話ということで、僕今右脳の開発っていうことと潜在意識にアクセスするっていうことをかなりハマって実践しています。なぜこれをやっているのかというと、実はですね、皆さん普段脳みそたくさん使っているようで、実際はね、全体の 1% ぐらいしか使えてないっていうふうに言われてるんですよ。でもそのたったの 1% で料理を作れたり車を運転したり、算数を覚えたり社会やったりとかいろんなことできますよね。でもそれたったの 1% なんですよ。じゃあですよ、残りの 99% をもっと開発したり自分が使えるようにすると、もっと自分の力を発揮できるんじゃないかなと。本来の自分が持っている全てのパワーを発揮してもっと豊かに楽しくなるんじゃないかなということで、僕は今それをやってます。ぜひ皆さんにもそこに興味を持っていただきたいなと思って、お話ししようと思ってるんですね。で、その残りの 99% なんて何なのかっていうと、いわゆる潜在意識っていう部分であったり、もっと分かりやすく言えば右脳の部分なんです。右脳ですね、左脳と右脳があった、その右脳の部分が結構眠っていたり使えていなかったりすると。もちろん子供の時はもう右脳がパッカーンって開いていて、もうなんていうか、もうすごい使えてるんですね。でもいろんな経験をしたり、あれやったらあかん、これやったらあかんとかいうことを言われたりとか、頭を論理的に考えて誰かに分かりやすく伝えようとかいうことを社会で生きていく上でやっていくことで、どんどんその右脳がどんどんこう使わなくなってて、左脳が大きくなっている。これ悪いことではないんですけど、右脳もね、同時に使えるようになれば、もっともっと、脳みそ全体使って自分の力が発揮できるというふうに思ってるんです。で、もう少し左脳と右脳を分かりやすく言うと、これ僕最近ね、ある本で読んで、自分の中でまとまったことを今からお話しさせていただくんですけど、右脳いきましょう。右脳っていうのは分かりやすく言えば、このコンピューターなんですね。ハードディスクが右脳なんですよ。で、左脳っていうのは、左の部分の脳は、いわゆるモニターで Google 検索窓があるモニター。これが左脳だと思ってるんですよ。ハードディスクが右脳で、モニター部分が左脳。で、僕はね、今、右脳でたくさん本を読んでるんですよ。瞬読っていうのを始めて2ヶ月で1096冊本を読んでるんですけど、それは右脳で読んでるんですよ。右脳で本を読んで、どんどん読んだことをここのハードディスクに入れてってるんですね。で、今ね、この状態でですよ、どんな本を読んだって言われても、なんていうか、このままやったら何の情報も、ハードディスクだけやったら、なんていうか、こう情報が分かんないじゃないですか。でもですよ、この左脳の Google 検索窓のところで、例えばですよ、ここにね、じゃあ1億万円億万長者の習慣ってこう入れるじゃないですか。左脳に入れるじゃないですか。じゃあ入れてクリックを押すと、その読んだ知識、億万長者になるための習慣っていう僕の読んだ知識が引き出されて、モニター部分に映るんですよ。こんな感じですよね、なんか左脳と右脳の関係っていうのは。で、この時に大事なのが、学んだ時、どんなことで本で学ぶとか、授業で学ぶとか、講義で学ぶとか、動画で学ぶとか、どんなことでもいいんですけど、学んだ時にそれをアウトプット、学んですぐアウトプットすること、これがね、やっぱりものすごく大事やなと思ってて、これって今の例えで言うと、アウトプットすることは、まさにハッシュタグをつけることなんかなと思ってて。例えば億万長者になるための習慣という本を読みました。それを、僕はここでアウトプットします。アウトプットすることで、その億万長者になるための習慣というハッシュタグが付けられた状態で、ここの右脳にぐんぐんインプット、溜め込まれていくんですよ。
でですよ、必要な時に億万長者になるためにはどんなことが大事なのかなと、ここの検索窓を左脳で意識するんですよ。言語として意識してここに入力するとピピンってその読んだ知識と紐付けられて、億万長者になるためにはっていうね、必要なことが出てくるんですよ。億万長者になるためにはね、自分のために働かないとかね、家族のために働かないとか、みんなのために働く、社会のために働くことが大事なんだとかね、億万長者になるためには誰かに言われたこと、期待、みんなが期待しにつけること以上 1% でもいいから期待以上の成果を出していくことが大事なんだとかね、そういう読んだ知識がこう出されていくということなんですよ。で、学んだ時、本を読んだ後にアウトプットせえへんかったら、もちろんね、読んだ知識は右脳にどんどんハードディスクに入っていくんですけど、それがハッシュタグが ついてない状態だから、自分がね、必要な時に、自己肯定感を上げるために大事なことは何だろうとか、じゃあコミュニケーションを円滑にするために大事なことは何だろうって左脳で意識してここに入れてクリックを押したとしても、それがね、うまく引っかかってこないんですよ。点でバラバラに右脳のところにあちこちして、バラバラになってるんで、だから学んだ時にアウトプットする、アウトプットする時に自分の原体験、自分の体験を通じてアウトプットすると、すでにある右脳に入っている情報と新しく入った情報がググッとこうリンクされて、それにハッシュタグがちゃんとついている状態だから、いつでも必要な時に取り出せる、そんな、知識になっていくというふうに思ってるんですよ。で、左脳と右脳っていうのはの関係というと、左脳っていうのはこれ見ていただいたら分かるように、まさに Google の検索窓ぐらいしかね、情報をインプットできるスペースが限られてるんですよ、ね、右脳っていうのはその1万倍ぐらい大きいって言われてます。で、具体的に言うとどういうことかというと、例えば皆さん昨日の夜何食べたか覚えてますか？ね、覚えてますよね、覚えてますよね、覚えてるけれども、覚えてるけど昨日の夜何食べたかなってな考えながら僕の話聞いてなかったですよね。今まで聞いてなかったですよね。それはもう右脳に行っちゃってるんですよ、右脳に行っちゃってるんですよ。でも今ですよ、昨日の夜ご飯何食べましたか、何食べましたって聞かれると意外と出てくるじゃないですか、出てくるじゃないですか。それは左脳の検索窓のところに昨日の夜ご飯何食べましたかって入れたからなんですよ。それ入れたから昨日右脳に入っている情報とこうリンクして、このモニター画面に出てくる、皆さんの頭の中にそれが出てくるということなんですよ。はい、そうだから、左脳はすごく大事な部分であるけれども、左脳っていうのは情報をストックできる場所にスペースに限りがあるということで、右脳っていうのはね、無限にね、その容量がたくさんあるんで、その右脳の部分をもっともっと有効に活用することが大事かなと思っているんですよ。はい、取り留めもない感じでしたけれども、今日、皆さんにお伝えしたかったのは、私たち人間っていうのは脳みその 1% ぐらいしか使ってない、残りの 99% の潜在意識にアクセスしたり、右脳の部分を開発することで、もっともっともっと自分たちができることが増えてくるし、豊かになるし、やりたいことが実現するんじゃないかなというようなご提案でございました。はい、じゃあどうやって潜在意識にアクセスするのかとか、どうやって右脳を開発するのかということに関しましては、また機会があったらお話ししたいなと思ってます。はい、ということでまたお会いしましょう。素敵な一日になりますように。さよなら。